はい、プレーボールどうも野球人です。日本ハムが1位指名矢澤孝太を高原へ、オンリーワンの二刀流サワンドリーへということでございまして、日ハムがですね、矢澤選手行くということをね、明かしました。最初はですね、公言しないみたいなことを言っていたんですが、やっぱね、こう他球団がどんどん公言していく中で、日本ハムもいろいろ方針を変えてきたっていう感じかなっていうふうに思います。矢澤選手っていうところで、日本ハムだろうなってね、考えていた方っていうのも多いのかなっていうふうには思いますが、改めて記事からチェックしていきましょう。はい、日本ハムが二刀流左腕矢澤の1位指名公言。日本ハムは11日、千葉鎌ケ谷市内でスカウト会議を行い、ドラフト1位で投打二刀流の日体大矢澤孝太投手を指名することを決定。会議後、稲葉 GM が今後のチームのことであったり、いろんなことを含めて話し合って決まりました。1位は日体大の矢澤選手でいきますと公表した。走攻守等と各部門においてポテンシャルも高いですし、球団の方針であるナンバーワン、オンリーワンである選手をぜひ獲得していきたいということで、二刀流も三刀流もできる選手ですから、いろんな可能性も含めて矢澤選手に決めさせていただきましたと説明。球団は本人のプロ入り後も二刀流継続する強い意志を確認。稲葉 GM は盗塁もできますし、守りもできますし、バッターもピッチャーも全て評価が高い、全てにおいて期待したいと話した。日本ハムではかつてエンゼルス大谷を二刀流として育ててきた過去もある。大渕スカウト部長は、大谷みたいな扱い方は考えにくいですけど、新庄監督ならいろんな工夫を考えてくれると思う。なんとなく道が見えると新たなスタイルの二刀流育成に挑む考えだ。矢田は東京都出身で、東麗藤沢高校から日体大へと進んだ東大二刀流左腕。来学日本代表にも選ばれていた。最速152キロということでございます。はい、というわけで、矢澤選手ね、日本ハム行くということでございますが、やっぱね、日本ハム的にはこうスターが欲しいっていうところもあるんでしょうね。来季から札幌ドームを出て、球場移転してということで、やっぱこう二刀流矢澤選手のインパクトっていうのはかなり強いものがあるのかなっていうふうに思いますし、実際ね、こう戦力的にも必要なね、選手かなっていうふうには思いますので、個人的にはね、いい指名になってくるんじゃないかなっていうふうに思います。ただここからね、競合になるかどうかっていうところではあるんですけれども、で改めてね、どういう選手かというところを成績とともに矢澤選手確認していきましょう。はい、では見ていきましょう。矢澤孝太選手、日本体育大学リアル二刀流、出身地は東京都。2000年8月2日まで22歳、173センチ、70キロポジション、ピッチャーが左投げ左打ちの選手でございます。そこまでですね、体格っていうのは大きくないんですけれども、ピッチャーもやって、外野手もやってということで、大学で二刀流をやってる選手ですね。マックスが152キロ、球種はスライダー、カーブ、チェンジアップ、フォークボールなどを投げます。で、野手としては高校通算32ホーマー、大学リーグ通算5本塁打、50メートル5秒8、遠投100メートル。選手タイプはアスリートタイプの選手でございます。はい、やっぱね、150キロをコンスタントに超える速球、サウスポーで、この球速っていうのは魅力的ですし、三振も多く取れる選手ですね。さらに打ってもすごいですし、なんといっても足がめちゃくちゃ速いんですよね。50メートル5秒8、高電管計測でもですね、このぐらい出るということなんで、間違いなくですね、今年のドラフト候補の中では総力で言うとですね、1、2を争うレベルかなっていうふうには感じますね。で、矢澤選手はですね、東麗藤沢高校ではエース兼センターとして活躍するも、3年間で甲子園出場はなく、ドラフトでは指名漏れを経験します。その後、現在の日本体育大学に進学、1年春から外野手としてベンチ入りすると、秋にセンターのレギュラーを獲得。その一方でリリーフ投手としても登板を果たしました。そして2年秋には外野手としてベスト9、3年春には投手としてベスト9に選出され、大学レベルでも二刀流を体現。今年の夏には日本代表にも選出され、投打で7試合全てに出場し、活躍を見せたということですね。はい、矢澤選手ですね、高校の時から注目されていた選手なんですが、ちょっと指名漏れして、で日体大に行って、そこからですね、投打ともに、磨きがかかって、今グッとね、注目されているということでございます。で、日本代表でもですね、二刀流やってたんですよね。投げて打ってということで、オランダまで行ってですね、7試合、8日間くらいでね、7試合あったのかな、その中で本当フル回転ということでございました。では成績見ていきます。大学リーグ通算打者成績はですね、54試合で打率が2割7分、196打数の53安打5ホーマー、OPS 0.805 という成績でございます。はい。三振少なくてフォアボールもね、選べていると。そこまでめちゃくちゃホームランとかが多いタイプではないんですけど、普通に一発も出ますし、しっかりと野手としてね、活躍してくれるビジョンっていうのは見えるのかなっていうふうには感じます。はい。
で、ピッチャーとしてはですね、27試合で11勝7敗、173.2 イニング、防御率 1.61、ウィップ 1.13、奪三振率 9.07、四死球率 4.66 ということで、まあ、ピッチャーとしてもね、しっかりと成績残してますし、三振が非常に多く取れると、ただ一方で、コントロールに難がある選手でございますので、そこはね、ウィークポイントかなっていう気はするんですけれども、まあ、ただ、投打ともにですね、まあ、しっかりと評価されている選手と、まあ、大注目の二刀流左腕ということでございます。で、そんな矢沢選手をですね、今回日本ハムが1位指名公言したという形になりましたので、まあ、そこについてもね、詳しく見ていきましょう。はい、では矢沢選手1位ということで見ていきましょう。まず日本ハムですね、打率が2割3分4厘でリーグ4位、安打が1091で、これもリーグ4位ですね。ホームラン100本ちょうどでリーグ4位、打点441はですね、リーグ同率5位ということでワーストとなっております。盗塁が95、3位、出塁率2割9分2厘でリーグ最下位ですね。長打率も3割5分6厘リーグ5位、オーペース 0.645 でリーグ5位、 BBK 0.31 リーグ6位ということで、はい、まあ、やっぱね、日本ハム打つ方で結構苦しんでいるのかなっていうふうに思いますね。まあ若い選手とか出てきたんですけど、やっぱまあ出塁率とかですね、まあまあ率が残っていないのが今の日本ハムかな。ホームランっていうのは随分ね出てきたんですけど、まあまあ課題はねまだまだあると。で、一方ですね、ピッチャーは防御率 3.46 リーグ5位ですね。先発防御率 3.26 と、これはリーグ3位なんですが、救援防御率が 3.83、 これがリーグ6位となっております。で、奪三振率、四死球率も、リーグ4位で、KBB がリーグ5位、FIP が 3.50 でリーグ3位ということになってまして、まあ、ちょっとね、日本ハムは野手投手ともに課題があるのかなっていうふうに思います。まあ、やっぱね、今年最下位なチームなだけあってですね、補強ポイントっていうのは、まあ、野手もそうですし、投手ももちろん取っていかないといけない。じゃあ誰取るんだっていうところにもなってきておりました。で、そして追い打ちをかけるかのようにですね、まあ、近藤選手が FA 権取得しておりまして、まあ、行使するんじゃないかっていうふうにも言われております。仮に近藤選手が出ていった場合ですね、やはりね、今でさえあんまり良くない打撃成績なので、ここがぐんってね、下がってしまう恐れがあると。で、そういうところを含めて見ていくとですね、まあ、ピッチャーと、まあ、外野手見ていきましょう。こう見ていったらですね、まあ、やっぱ見えてくるものがあって、ここですね、左ピッチャーと、あとは左の外野手っていうのが、まあ、結構空いてるんですよね。まあ、根本選手が出てきたとはいえですね、やはりね、まだまだこう足りないなっていうところもありますし、まあ、ピッチャーで言うと河野選手もですね、こうピリッとしないっていうところもあります。で、外野で言うとやっぱね、まず外野手自体が結構少ないんですよね。まあ、内外野守ってる選手が多いっていうのもあるんですけど、まあ、ここにですね、まあ、近藤選手抜けてとなれば、やっぱ特に左の外野手っていうのがちょっと厳しくもなってくるんですよね。まあ、磯畑選手はいるんですけど怪我しがちっていうところもありますので、まあ、そういうところで言うと、まあ、若い左腕と左の外野っていうのが今年の補強ポイントではあったんですよね。なので、まあ、上位でこの2つをですね埋めてくる可能性っていうのは全然あったんですよね。まあ、今回で日本ハムが選んだのは矢沢選手ということで、まあ、左腕とですね外野っていうところを一気に、まあ、埋めてしまうということなのかなっていうふうには思います。さらに日本ハム注目していきたいところはですね、まあ、2位指名っていうところですよね。で、こう見ていくとですね、日本ハムは2位指名というのは一番最初の13番目のウェーバーなんですよね。これかなり有利です。今年はね、なかなか不作と言われている中で、まあ、公言っていうのが多くなってきておりますので、この13番目ですね、まあまあいろんな選手の可能性があるんですよね。で、ここを投手にするのか野手にするのかっていうところでもですね、悩ましいところかなっていうふうには感じますね。まあ仮にですね、日本ハムが1位でピッチャーを行けば、まあ2位はおそらくですね、野手行ったんでしょうけど、で、仮に野手行ってたら2位はピッチャーっていうところでこう決めれたりもしたんですけど、ただ矢沢選手はそういうわけにはいきません。二刀流の選手なので、まあまあ日本ハムが1位で仮に獲得した場合ですね、2位が野手に行くのか投手に行くのかっていうのがちょっとこうぼやけるところもあるんですよね。なので日本ハムのですね、2位指名っていうのが他球団の指名を結構左右してくるんじゃないかなっていう感じはしますよね。まあ、個人的にはピッチャーやっぱ取ってくるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。矢沢選手はどっちかというとやっぱ外野寄りの選手なので、じゃあまあ普通にね、即戦力ピッチャー取ってっていうところに追いつくんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、まあでも野手をですね、続けて取る可能性っていうのも全然ありますよね。なので他球団からしたらちょっとこの辺がね、ややこしくなってきたなというか、まあこの辺も含めてね、1位っていうのを決めていく中で、ちょっと読みづらくなったのがこの日本ハムの2位かなっていうふうには思いますので、ここがどうなるかっていうのもね、注目かなっていうふうには感じますね。はい、というわけで以上ですね。で、これでですね、公言が4球団目ということで結構多くなってきたので、一回ちょっとまとめてみましょう。
はい。では各球団の公言ということで見ていきましょう。まずセリーグですね。セリーグではですね、今現在は浅野選手をですね、巨人が行くということを公言しております。まあ正確にはこう名前までは出してなかったんですけど、まあまあ明らかに浅野選手とわかる形でですね、宣言いたしましたので、まあ1浅野っていうのは確定しております。まあただ今のところセリーグでは巨人だけということになっております。で、パリーグが結構待ってるんですよね。ソフトバンクが昨日、イヒネ選手をですね、1位指名公言いたしました。ちょっとこれは驚きだったんですけど、で、今日のお昼頃かな、西武、蛭間選手行くというね、ことを公言して、で、日本ハムが矢沢選手ということでございます。なので、まあ、ソフトバンク、西武、日本ハム、浅野選手ということで、4球団がですね、今現在公言しております。かなりハイペースですね。まだね、ドラフトまで1週間切ってないぐらいなので、今の時点でこれだけ公言するっていうのは、例年からしてもかなり珍しいパターンかなっていうふうに思います。で、まあ注目したいのが野手の公言がちょっと多いなっていうところなんですよね。まあ浅野、ひね、ひるま。で、そしてですね、矢沢選手も二刀流ということになりますので、やっぱ野手なんですよね。なので、こう野手の公言が非常に多いのが今年ということになっております。で、注目はやっぱピッチャーですよね。ピッチャーで言うと、やっぱ曽谷、吉村。この辺はね、競合してもおかしくないところかなっていうふうには思います。まあ、それだけにですね、まあまあ、ここからですね、公言する旨味っていうのは若干減ってくるのかなっていう感じもするんですけれども、まあまあ、曽谷行くのか、吉村行くのかっていうところで悩んでいる球団っていうのは何球団かね、ありそうかなっていうふうに思いますし、で、野手で言ってもですね、まあまあ、松尾、内藤あたりもですね、やっぱ高校生では評価されている選手ですし、この辺をですね、まあ1位で一本釣り狙ってっていうところもありそうですし、で、森下、沢井あたりもですね、こう、1位か2位かみたいなね、ところもありますよね。特に今、蛭間、矢沢がですね、まあ先に公言してしまったので、なら、競合を避ける意味でもですね、まあ森下行ったり沢井行ったりみたいなことも全然あり得るのかなっていうふうには思いますので、まあやっぱね、そこら辺も含めて、おそらくここからですね、また方言は出てくるんじゃないかなっていうふうには思いますので、ここ数日の動きに注目かなと、特に広島なんかですね、13日かな、にスカウト会議を行うっていうことを聞いておりますので、もしかしたらそこら辺のタイミングで方言なんかあったりなかったりみたいなね、ところかもしれません。はい、では今日は以上ですね。最後ネットの反応見て終わりましょう。はい、ではネットでの反応を見ていきましょう。明言したのか、あとは競合するかどうか、新庄は野手として評価しているようだったけど、二刀流で最初やってみるのかなということですね。はい、そうですね。まあ、矢沢選手に関しては、やっぱま、強行の可能性は全然あるかなっていうふうに思いますね。まあ、日本ハムが行ったっていうことなんですけど、まあ、やっぱ欲しいだろうなっていうところはあるんですよね。で、矢沢選手ね、ピッチャーとしても野手としてもね、どっちも見てるところはあるのかなっていうふうに感じます。ちょっとね、この秋は、背中かなの張りがあって、なかなかね、こう野手としてアピールっていうのは少ないんですけれども、やっぱね、これまでの実績っていうのは当然ありますし、評価してるっていうのはあると思います。で日本ハム以外でもこう二刀流として見ているっていう球団はですね、ちらほらここもありますので、まあやっぱね、矢沢単独となれば、さすがに美味しすぎるんで、まあ競合の可能性も全然あるのかなっていうふうには思ってしまいますよね。で、あとはまあ日本ハムで言うと二刀流やるのかどうかっていうか、まあ新庄さんはですね、まあ野手として、考えてるみたいなことも言ってたんですけど、まあこれ球団の方針とかもいろいろあるので、とりあえず二刀流やってみるんじゃないかなっていうふうに思いますね。で、矢沢選手の方がね、こう二刀流でみたいなところがすごい熱い思いがある人なので、まあそこをね、尊重してまずは二刀流っていう感じなんでしょうね。まあそれでいければ、まあまあしっかりと働いてもらって、難しいようならだんだんどっちかに絞っていくっていうことにはなるんじゃないかなっていうふうには思いますので、まあまあそんな感じで始めやっていくんではないでしょうか。でこちら見ていきましょう。去年あまり1位指名の公言なかったから今年は多くてワクワクするけど、公言出すぎると当日面白くないからあと2球団くらいまででということですね。はい、去年はですね、まあ少なかったかなというか、まあこんな早くなかったですよね。かなりハイペースで公言が進んできておりますので、まあこう盛り上がってはいるんですけど、まあ当日になるとこうちょっとね盛り下がるというか、まあ誰行くんだ誰行くんだみたいなところはなくなってしまうので、確かに多すぎるとって感じですよね。まああと2球団6球団ぐらいでて競合するかどうかっていうところが面白いのかもしれませんね。まあね、こう見ていたら今年は競合を避けながらやっていきたいっていうね思いがあるのかなっていうふうには思います。各球団の補強ポイントをしっかりと埋めてくるドラフトになってくるんじゃないかなっていうふうには感じておりますので、まあ何球団くらい公言が出るのかっていうのもね、ちょっと楽しみかなっていうふうには感じますが、では今日は以上ですね。よければチャンネル登録コメント高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せーのゲームセット、ありがとうございました。